城宇宙ビジネス創造コンソーシアム発足式を開催いたします。さまざま打ち上げビジネスだったりとか衛星製造業もございますけれども、まあ、それに関する産業というのもさまざまにございます。2030年代の早期にはですね、市場規模、まあ、当時の市場規模 1.2 兆円これを倍増させることをこう目標にしております。しながらというようなことはどうかというようなことがございまして、こういった取り組みも今年も我々、なるべく早い時期に公募を開始できればと思っておりまして、特にこのように茨城県で県を挙げて取り組みをされているということで、ベンチャー企業さん、セーフペースさんが製造受注をされたりですとか、出る研磨というような、まあ、一般的な小さな企業ができるようなことをやっています。まあ、切削加工としては非常に、まあ、小さなものに特化しているということ。で特にヒップの場合はこれは世界一というヒップを宇宙開発促進になるものは何かということを考えたときに、XR、まあ、VR であったりとか、我々が2021年に計画をしている実証衛星ワープ02に、もう宇宙に実際にもう飛び出している方がたくさんいたので、非常に刺激を受けました。